コンドラチー・ルイレーフ・コンドラチー・フヨードロービッチ、ルイレーフ1826年7月25日は、帝政ロシアの詩人、革命家。いわゆるデカブリストの指導者で、デカブリストの乱の首謀者の一人として処刑された。1795年9月29日、サンクトペテルブルク郊外のガッチナに近いバトボに、小規模な土地を所有する貴族の家系に生まれた。 1801年サンクトペテルブルクの陸軍、幼年学校、士官学校に学ぶ。1814年学業を終え、1812年、ロシア戦役に従軍した。1818 18年に軍を退役し、1821年、サンクトペテルブルク刑事裁判所判事法を経て、1824年以降、ロベ会社に勤務する。この間、1820年に風刺傷。 ミニオンにツーミニオンを執筆する。この作品は皇帝アレクサンドル一世の長身で国政を浪断していたアレクセイア・ラクチェエフを明らかに風刺したものであった。翌1821年ルイレエイフは当時ペテルブルクでは最も著名な文学者の集まりである自由ロシア文学愛好家協会に入会した。その他文学上の事業を 自粛としては1823年から1825年にかけて、アレクサンドル・アレクサンドロビッチ・ベストゥジェフと共に、年間、北極星を出版したことが挙げられる。1823年青年将校らの秘密結社、北方結社に入会する。本来、北方結社は、恩恵な立憲制導入を目指していたが、ルイレーフ・ベストゥジェフらは、共和制を施行し、 北方結社は急進化していった。1825年12月27日夜、皇帝 C 客の容疑で逮捕された。反乱失敗後、軍事法廷で、パーベル・ペステリ、ピョートル・カホフスキー、セルゲーム・ラビーオフ・アポストル、ミハイル・ベストゥジェフ・リューミン、そしてルーレエフの5人は、反乱の首謀者とみなされ、4つ先刑を宣告されたが、後に、公主刑に変更された。 1826年7月25日に、ペトロパブロフスク要塞で刑が執行され、遺体は、ペテルブルク、コロデー島に秘密裏に葬られた。ありがとうございます。